シュバーン隊長はずっと騎士団長の懐刀と言われてきた。騎士団でもその姿を見ることは滅多になかったし、その任務は極秘のものばかりという噂だった。レイヴンとして活動していたからだったんだな。その懐刀すらアレクセイは捨て駒にしたのね。奴の目的が大詰めを迎えたってことだろうな。おっさん、ずっと死に場所を探してたらしい。やろ、それを知ってて利用したってわけだ。魚が腐ったようなやつじゃの、アレクセイ。何でもいいわ、今はエステルを助けるのが先。いいわね。もちろんだ。ああ。ヘラクレスはテートに向かったのよね。きっと海の上を渡っているに違いないのじゃ。見逃さないよう、皆目を深海魚のよりも大きく開いておくのじゃ。追いついたぜ。あれ見て。反逆者の操るヘラクレスをこれ以上テートに近づけてはならない。総員、戦闘配置。ソーディアたちか。無茶なこと。あんなのに近づいたら沈められるわ。いくらなんでも真正面からぶつかるってことはしねえと思うが。つってもあの要塞相手にあの船団じゃ勝ち目ねえな。下からがダメなら上からね。ちょっともうちょっと考えた方が。バウル、お願い。振り落とされないようにちゃんと捕まっててね。攻撃されてるよ。バウル、効果の裏側。あそこ、左後方だけ砲撃してきてない。よし、そこに突っ込むぞ。できるか。当たり前のこと聞くなんてちょっとご機嫌斜めよ。そりゃ悪かった。なら頼んだぜ。バウル、お願い。行くぞ。死ぬかと思ったよ。衛兵が倒されている。だからここだけ弾幕が薄かったのか。誰？全く無計画な連中だな。強行突破しか策がないのか。その通りである。ここでやったが100年目なのだ。また出たの？あんたらしつこすぎ。シュバーン隊か。あんなことがあったってのにまだアレクセイにつくのか。我らは騎士の誇りに従って行動するのみ。もう僕たちの邪魔しないでよ。そうよ、あんたらの顔見てると思い出したくない顔が浮かんでくるのよ。どんな顔なんだろうな。よっぽどひどい顔のやつなのね。レイヴン。な、
あなた驚いたのじゃ。おう、レイヴン様戦場よ。なになに、感動の再会に心いっぱい胸がドキドキ。おっさん、何しに来た。冷たいお言葉ね。お前ら、ここは任せるぜ。はっ、了解であります。ま、こういうわけ。レイヴン、そういうことでよろしく頼むわ。何言ってんのよ、信用できるわけないでしょ。おっさん、自分が何やったか忘れたとは言わせねえぜ。そっか、ならサクッとやっちゃってくれや。バカ、何のつもりよ。命が惜しかったわけじゃないはずなのに、なんでかこうなっちまった。ここでお前らにやられちまうのなら、それはそれ。アレクセイに歯向かった今、いずれブラスティアを止められてしまって命はない。だからここで死んでも同じ、そういうこと。俺はもう死んだ身なんよ。その死んじまったやつがなんでここに来たんだ。レイヴン、あんたけじめをつけに来たんだろう。じゃあブレイブ・ヴェスペリアの掟に従ってけじめをつけさせてもらうぜ。あんたの命、ブレイブ・ヴェスペリアがもらった。生きるも死ぬも俺たち次第。こんなとこでどうだ。さすがユーリ、バッチリだよ。とりあえずこれがまずね。ありがとう、ジュディスちゃん。ブレッグ、せっかくだから私もぶっとくわ。おお、うちもやっとくのじゃ。ひどい。レイヴン、アレクセイのやつがどこにいるかわかるか。制御室だと思う。じゃ、行きましょう。ああ。勝手に死んじゃダメだからね、レイヴン。よくご無事で。ああ。ルブランたちのおかげでどうにかね。本当にあなただったんですね。お前さんにも悪いことしたな。殴られても文句は言わんよ。自分も騎士団長に従い続けた身ですから。そうか、そんじゃま、団長閣下に世話になった者同士、落とし前つけに行くとするかね。はい。これってエアルか。そうみたいね。この中をエアルが流れてる。そんな近づいたら危ないんじゃない。それほど濃くはないから大丈夫よ。でもどうしてヘラクレスの中をエアルが流れてるの。このデカブツを動かしてるのがエアルってことみたいね。エアルクレーネでもないのにエアル供給ね。
ヘラクレスの建造は極秘扱いだったんだ。詳しい仕組みのことはわからない。俺様も構造のことまでは聞いてないな。興味なくていい。おっさん、肝心な時に役立たずなのじゃ。ソーサラーリングが光ってるよ。前にガスパロストでも同じ反応を見たわね。あん時と一緒だ。ちょっと見せて。はあ、そんなに手強く握られると照れるな。ヘアルの影響を受けて中の形状が変化してる。このコシドに向かって撃ってみて。なんか破壊力がすごく上がってるんだけど、これ大丈夫なの？撃つもの全部壊しちまったらさすがにヤバいな。今のは格子戸の中のエアルに撃ったエアルが反応した結果よ。何でもかんでも壊したりしないから安心して。あっちの格子戸もソーサラーリングで壊せそうね。あそこは動力室だな。親衛隊が固めていますね。すごい警備の数だよ。さすがに簡単には止められそうもないか。あんなにいたら強行突破は無理ね。何を？意外と冷静じゃないか。火の玉一発ドカーンかと思ったのじゃ。こんなとこでつまんないミスしてられないでしょ。ヘラクレスの足を止めることができればソディアたちも乗り込んでこれると思うんだが。どんなでかい魚でも頭を叩けばおとなしくなるのじゃ。だな。制御室を探そうぜ。レイブン、制御室がどこかわからない？悪いね、そこまではわかんないわ。制御室の方も警備が厳重だったら。そん時は強行突破するしかないな。そうなりゃたった7人と1匹で親衛隊と戦争か。熱いのって大変なのね。そうならないように祈るよ。こりゃ親衛隊が倒されてる。待ちかねたぜ、ユーリー・ローウェル。お前は？あなたがここの人たちを倒したのね。余計な邪魔を入れられたくないからな。てめえなんぞに用はねえ。アレクセはどこだ？エステルをどこにやった？いねえ。そんな奴は最初からここにはいねえ。なんですって？どういうことなのじゃ？アレクセ、この要塞すら踊りに使ったのか？ずいぶん気前のいいこった。やってくれるぜ。なるほどね。ヘラクレスに俺たちや騎士団を引きつけて、自分はその間にとんずらか。アレクセイ、どこまでもムカつくやつ。すぐ追いかけるのじゃ。おい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 、そうじゃないだろう。喋ってる暇あるのか？何度も言わせるなよ。
前に用はねえ。蹴ろ。邪魔するってんなら容赦はしねえ。そうだユーリ、もっと怒れ、高ぶれ、憎め。それこそが最高のスパイス。こいつ怒らせるためだけに邪魔してきてるの。救いようのない人ね。さあ行こうぜユーリー・ローウェル。また会えて嬉しいぜ。どこまで追いかけてくるつもりだ。今度こそ破壊するわ、その腕を。闘技場の時といい、これじゃ一体そんなに俺との再会が嬉しいか。涙が出るほど嬉しいね。さっと倒してアレクセイのやつを追うぜ。俺様にこっからだぜ。呼吸で襲撃。呼吸で襲撃。闇を滅せよ。呼吸で襲撃。月天光。疾風を喰らい、青で交流連合だ。交流連合。あとまだ足りないぜ。はい、交流。いてもまだ足りないぜ。ゲンは全然客。交流連合。敵を貫け。どこまで追いかけてくんだ。ここで始末つけましょう。この男、普通じゃない。さすが天才魔導少女。これでソディアたちも乗り込んでこれるだろう。エステル、どこに連れてかれちゃったの。リタ、アレクセイはエステルを道具としか見てない。このままエステルの力を使われちゃったら、本当にエステルが星はみを引き起こしてしまうかもしれない。させないさ。だから俺たちがいる。そうだろ。リタね、元気を出すのじゃ。絶対あいつを倒してエステルを助け出すのじゃ。そうね、もう一刻の猶予もないわ。このヘラクレスもきっとヘルメス式ブラスティアを使ってる。これだけのものを動かしているんだもの。早くアレクセイを見つけないと。バウルにお願いしてエアルの乱れを追ってみましょう。エステルが力を使わされてるのならきっと見つかるわ。わかった。じゃあ。ユーリー、まだ終わっちゃいねえ。制御盤が動き出した。ユーリー、登り詰めようぜ。やべえ、体がダメだ。エステルみたいな高度な治癒術じゃないとみんな同時に治せないよ。ここで倒れるわけにはいかない。やっといい声で泣いたな。行っちまいな。ビューティフォーのシャウトですね。イエガー、てめえ、何
のつもりだ。またうちらの邪魔をする気か。ミーのビジネスにとって帝国ばかりがパワフルになるのは都合がバッドバッドなのです。アレクセイはザーフィアスに、帝とザーフィアスの三剣の傷端に秘密があるのだわん。デイン・ノモスがキーとしてニードなはずだったのに。ユーたちのプリンセスで代用しようとしてます。なんですって？エステリーゼ様をどうしようと言うんだ。話し込んでる場合じゃなさそうよ。こりゃまずいな。このままじゃザーフィアスの下町はペシャンコだ。チッ、リタ！無理よ、完全に壊れちゃってる。動力を止めるしかないよ。頑張るです。じゃあそういうわけで See you。 あ、待つのじゃ。イエガメ、奴の狙いは何なんだ。それは後で考えましょう。早くヘラクレスを止めないと。分かってる、能力室へ向かうぞ。イエガ、次は絶対逃がさない。ブレイブ・ベスペリアのボスとはいえ、いえ、あなた方は騙されている。アレクセイは私利私欲のために騎士団を動かし。何を言うか。騎士団長こそが我らの従うべきお方、騎士の誉れだ。アレクセイ様に立てつく不倫こそ裏切る者だ。大丈夫か、ソディア。隊長、ご無事で。一人でこんだけの相手を倒すとは大したもんだ。助けを頼んだ覚えはない。素直に礼も言えないのか、帝国騎士様は。貴様に、貴様などに死んでも礼などしない。このまま貴様を見逃すと思うのか。要すんだソディア、今はそんなことをしている場合じゃない。隊長、なぜいつもこんな奴を。ったく、何度も言わせるなよ。お前の相手をしてる暇はねえんだよ。あなたがやると言うなら手加減はしないけどね。他にやることがあるから邪魔しないでよね。それはエステリーゼ様の救出か。そうだよ、だから剣を下ろして。そうそう、無益な戦いはやめにしようや。シュバーン隊長、俺様の名はレイブン。ちゃんと覚えておいてね。ユーリ・ローウェル、優先すべきことが片付けば必ずお前を処罰する。それがあんたの仕事だもんな。好きにするさ。副長、フレン隊長も。ちょうどよかった。外で交戦中の我が艦隊ですが、ヘラクレスとの火力差がありすぎてこのままでは持ちません。どうか直接指揮をお願いします。本格的に打ち合ってる音じゃん。指揮を。隊長、私一人では。いや、僕は。お前の部下のピンチだろ、行ってこいよ。しかし、こっちは私たちで何とかするわ。後で合流する。行くぞ。騎士団も苦戦してるみたいだね。とっととこいつを止めないと苦戦じゃ済まないぜ。だな、動力室に急ぎますかね。こいつはなんかものすごいことになっているのじゃ。ブラスティアの暴走、
ザギが制御盤ぶっ壊したせいでヤバいことになったみたいだな。おいおい、どうすんのよこれ。待って、待てる状況じゃないと思うけれど。分かってる、あれ見て。うわ、あれ何？エアルがものすごい勢いで送られてる。このデカブツでこんなとんでもパワーが向かう先なんて一つよ。ヘラクレスで一番パワーが必要なとこと。手法か。こんな状態でこのブラスティア壊しちゃったら、ヘラクレスの動きは止まっても手法ぶっ放しちゃって目の前のザーフィアスは吹っ飛んじゃうわ。どうしよう。何にせよこのエアルのボスを止めないと。デイン・ノモスか。そっか、デュークはそれでエアルの暴走を沈めてたもんね。できるの？やるしかねえんだ。やってみるさ。おいおい、大丈夫なのか？キュウリ、頑張って。浮かんでるのじゃん。アパティア、制御できなくなってブラスティアと干渉し合って暴走してるんだわ。どうすんの？エンテレキエアの魂みたいなものなんでしょう。しゃあないわな。このままヘラクレスが突っ込めばザーフィアスはペシャンコ、手法も暴発するかもしれないだな。迷ってられねえ。ありがとう。収まった。手法はどうなった？ダメ、このままじゃ発射される。そんな、動力はもう止まってるのに。すごいわね、あなたのお友達。まったくだ、無茶ばっかりしやがる。ねえ、アパティアを切った時何か声聞こえたよね。ああ、アパティアになったエンテレケイアの声だったのかもね。アパティアに宿っていたエンテレケイアの意志がエアルを沈めたようだったわ。もうここに用はねえ。ザーフィアスにエステルを救いに行こう。バウルを呼ぶわ。空の見えるところに行きましょう。ヘラクレスをおとりにされて随分時間稼がれちゃったね。急ごう。意志がエアルを沈める。アパティアとエアル、リゾマータの公式とエステル。フレン、わしたか。
騎士団の船、なんかヤバそうだよ。ああ、あれはまずいの。あの傾き方は浸水しとる。もたもたしてると沈むのじゃ。あそこでなんか叫んでるのフレンじゃないの？ありゃ抜け出すってわけにはいきそうにねえな。フレンには悪いが、このまま行くか。いいの？後で文句言われるんじゃない？あいつの小言には慣れてるよ。ジュディ、頼む。バウル？バウル、テートに向かって。ありがとう。みんな乗って。追いかけっこもここらで終わりにするぞ。結界がないぜ。アレクセイの野郎の仕業か。したい放題じゃの、アレクセイ。このまま行くわよ。頼む。エステル、どこにいるの？どうやって探そう。こんな大きい町。エアルの流れを追うわ。アレクセイがエステルとアパティアを使って何かしようとしてるのなら、必ずエアルの乱れが生じてるはず。バウル、見つけた。あそこ、エステル。アレクセイも嫌がる。近づけてくれ。生きてる。みんな生きてるか。私はなんとか。
生きてるっちゃ生きてるけど、無事かと言われると微妙よ。何本か骨いっちゃったっぽいわ。船もめちゃくちゃじゃ。許すまじ、アレクセイ。いけた。ユーリー、痛いよ。エステルのあれ、デインノモスと似てた。多分、いくつもアパティア集めて同じことやろうと。無理に喋るな。二人とも、すぐ医者見つけてやっからな。ちょっとだけ辛抱してくれ。ありがとう。よく頑張ってくれたわね。バウルの怪我、しばらくは運んでもらうのは無理だな。ええ、傷が癒えるまでどこかで休んでもらうわ。無理させちまったな。ゆっくり休んでくれ。エステルの心配より自分の心配しろ。うむ、この体で乗り込めば確実に返り討ちなのじゃ。ここはカプアノールの近くのようね。とにかくノール港に行きましょう。きっとお医者さんもいるはず。ああ、嫌な空だね。エアルが雲みたく渦巻いてやがる。最悪か。一体何がどうなってんだ。何か天変地異の前触れじゃないのかね。俺やっと家建てたところなんだぜ。冗談じゃねえよ。大変な騒ぎね。無理もないけれど、テートの方も大騒ぎだろうな。あんたらどっから来たんだ。なんか聞いたりしてないか。いや、俺たちは。あんたたちどうしてここに。ひどいありさまじゃないか。何があったんだ。あんたか。ちょっといろいろあってな。いい医者を知らないか。ああ、知らないことはないが。じゃあ悪いけども、宿屋まで連れてきてくんない。俺らもう歩くのもくたびれて。わかった、待っててくれ。どうもありがとうございました、先生。助かったよ。ヘリオードから戻ってきてたんだな。はい、あの時はお世話になりました。あら、あなたもこの方たちと一緒に。のじゃ。なんだ、知ってるのか。ホリーを送り届けた時に一宿一般のご恩なのじゃ。はあ、ラゴーの屋敷を出た後な。ノールも失政感が変わったおかげで、前よりは随分と暮らしやすくなったと思ってたのに、今度はあの空だ。それでね、ちょっと前にね、ドーンってすごい音がしてグラグラってなったんだよ。今役人の人たちが様子を見に行っているとこなんです。ねえねえ、あの姉ちゃんはいないの。そういえば、あの子ならあんたたちの怪我も治せるだろうに。
どうしたんだ？あるバカ野郎がさ、悪い奴に渡しちまってね。それで今追いかけてんのよ。そうか。悪いこと聞いたみたいだな。ごめんなさいね。今日はちょっとお休みなの。そうなんだ。大丈夫よ。今度また来るときはちゃんと一緒にいるから。本当？よかった。とにかく今はゆっくり休むといいよ。